発信方法。これがモッドフォンのアイコンです。番号を入力すると転送アダプターが設置された電話から通話が可能です。また通常の電話発信画面から発信する場合もこのようにどちらかを選択することができますので、両方を使い分けることも可能です。相手に090や080などの携帯電話番号を通知したい場合は通常発信を、固定電話の番号を通知したい場合はモッドフォン発信をタッチしてください。アプリが起動していないと選択画面が出ません。アプリを必ず起動しておいてください。着信方法。転送アダプターを設置した固定電話の番号に着信があるとこのように呼び出しがされます。その後は通話ボタンを押し通話を開始できます。保留。転送方法。こちらの保留ボタンをタッチすると相手側に保留音が流れ保留状態となります。転送する場合は転送先の内線番号を入力し転送ボタンを押します。転送ボタンを押すと転送完了となります。お申し込みはモッドセントレックス専用ウェブページお申し込みフォームからお願いいたします。お申し込みの際にいくつか注意事項がございますので、ウェブページ記載の注意事項をよくお読みください。その他ご不明な点やご質問がございましたら、オフィス24までお問い合わせください。